世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの白鳥さんです。皆さんは身近にあふれる娯楽で何が一番好きでしょうか？日本ならではの面白さで世界を圧巻したものの、一時は低迷してしまっていたある娯楽、今改めてブームが起こっているようです。今回は、日本製はまだまだ面白い、日本のあの娯楽が世界で人気に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。日本だけでなく、世界規模で見ても拡大しているゲーム市場。2021年の世界のゲームコンテンツ市場規模は約 21.9 兆円、日本だけでも約2兆円の規模を誇ります。そんな成長し続ける市場の中で、日本のゲームも人気が高まっていて、アメリカにおける日本ゲームの人気ぶりをウォールストリートジャーナルが記事に掲載。記事の内容を要約すると、日本ゲームの独特のキャラクターやストーリー展開を評価する人が増え、ファン層が厚くなっている。グリーが開発運営しているダンマチ、メモリア、フレーゼの売り上げは日本よりもアメリカの方が 40% も多く、日本ゲームは今まさにルネサンス期にあると言える。バンダイナムコが発売したドラゴンボールファイターズは、アメリカでの売上高が昨年度よりも 22% も増加し、4年で約3倍という増加率である。ゲーム業界におけるターゲット層は20代から30代。これは日本のアニメ、映画、商品と共に育ってきた世代で、アメリカの特定の世代が日本文化に馴染んでおり、世代交代が起きた結果である。小さい頃から日本のポップカルチャーに親しんできた世代が大人になり、自分でゲームを買うようになったことが大きな要因となっていると考えられているようです。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本のゲームは感動するストーリーがポイントなんじゃないかな。アメリカのゲームは同じようなものばかりだもん。ただ銃を撃って敵をやっつけるだけ。飽和状態で本当につまらない。ポケモン、ファイナルファンタジー、ドラクエ、ゼルダ。こういった日本ゲームのシリーズがなかったら、ゲームは本当に退屈だったろうな。俺もパッと思いつく面白いゲームって日本のものばかりだよ。日本のゲームがアメリカのゲーマーを虜にしてるって？そんなの今更だろう。ずいぶん前から常識になってるよ。むしろ日本がゲーム業界を支配していない時期なんてあったかって感じ。いつだって俺たちを楽しませてくれたじゃん。本当に今更感が強いよな。1988年からずっと日本はゲーム界に君臨してる。アメリカでのプレイする人数が日本よりも多いからといって、こっちで席巻しているとは限らないんじゃないかな。全体の人数が多いわけだし、単純に数の差もあると思うけど、日本は質を重視してくれるから好き。欧米のは少しずつ出費させる嫌な方法だから、みんなうんざりしてるんだよ。まさにそう。日本はあまり課金システムを採用しないからいい。僕が任天堂一筋なのはそれが理由だ。これからもお願いします、任天堂。アメリカのゲームはリアルを重視してるけど、個人的にそれが好きじゃないんだ。日本はアートなスタイルや演出を重視していて、ゲーム性を大事に作っている印象があるね。俺はグラフィックよりもストーリー重視な方だけど、日本がその代表って感じでもないと思う。誤解しないで、日本のゲームも大好きだ。だけど単調なターン制のシステムやゲーマー受けを狙ったキャラデザイン、ありきたりなストーリーが多いのも事実だ。ポケモンもファイナルファンタジーも新作が出続けていて衰え知らずだもんな。格闘ゲームもほとんど日本製だし、日本ゲームは絶好調のイメージ。 RPG も強いよね。最近はアトラスっていうゲーム会社がクオリティが高くていいと思ってる。アメリカの30代がみんなアニメを見て育ったわけでもないけどね。現に僕はマーベルコミックの方が好きだったし。アメリカのゲームって最近はグラフィック重視だもんな。
中身はほとんど同じだし、日本のゲームはここ数年で復活した感じ。ストーリーや技術面の作り込みもすごいしね。舞台が中世か近未来か、現実寄りかファンタジー寄りかで大体が分けられるよね。名作と名高いファイナルファンタジー6をプレイした人間としては、日本の開発者たちの情熱に感謝しかない。僕は趣味で28年間ゲームをしてきたけど、傑作や独特な魅力のある作品は全部日本のものなんだ。それは今も昔も変わらない。今の欧米のゲームの方向性はグラフィックに傾いているから、日本ゲームの存在感は今後も高まっていくと思うよ。以上が海外の人々の反応でした。日本のゲームの面白さには海外の人も納得の様子でしたね。しかし世界で見ると日本のゲーム市場は衰退したと言われていました。かつては世界のゲーム市場の 80% は日本だったこともあるほど、とてつもない存在感でしたが、海外ゲーム会社の急速な成長や e スポーツの人気、スマホゲームの普及などにより、家庭用ゲーム機の需要が減少。その結果、世界における日本のゲームシェア率は 10% ほどとなってしまいました。それが近年またかつてのように注目されるように。2017年には、任天堂スイッチのゲーム「ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド」が世界最大級のゲームショー「ザ・ゲーム・アワーズ2017」を受賞。日本ゲーム初となる快挙を成し遂げました。その他にも「ペルソナ5」や「ファイナルファンタジー15」など高評価を得る作品が続々登場。日本人ならではの感性で作られた作品が再び評価されるようになったのです。ここ数年ではコロナ禍による巣ごもり需要でゲーム機の販売も好調。日本のゲームが復活したと言われるようになりました。ところで再びブームとなった日本ゲーム、多くの人が日本と海外のゲームは違うと認識しているようでしたが、実際にどのような違いがあるのでしょうか。一つはストーリー内容の違い。日本では RPG やアドベンチャーなど長時間プレイしてストーリーを楽しむゲームが人気。キャラクターの個性や進むごとに判明する事実など、ストーリーを掘り下げることで感情に訴える内容が多く、それに魅力を感じて進めていきます。対して欧米のゲームは複雑なストーリーよりもシューティングやパズル、スポーツなど結果が分かりやすいものが好まれています。ゲーム内のキャラクターの感情などは描かれないことがほとんど。ストーリーよりも爽快なアクションが重視されています。ゲームの目的も、戦って敵を倒すことを目標とする欧米のようなゲームは、日本ではあまり売られていません。戦うことがメインでも、仲間と協力したり、敵だった相手が味方になったりと、単純に戦うことを目的にしていないのが日本の特徴。ただ、ストーリー重視ゆえに、一本道であることが多く、何かをクリアしなければ次に進めないというスタイルに対し、自由を尊重する欧米らしく、ゲームでもそういった道筋がない場合が多いんです。キャラクターにも違いがあります。リアリティを重視する欧米は、現実離れしたようなキャラは少なく、リアルさを追求したデザインが多い印象です。対して日本はデフォルメされたキャラが多く、特に萌え系のキャラは、海外の人にとっては抵抗のあるデザインになってしまうことも。日本のゲームや漫画は現実離れした容姿のキャラが多く、現実ではない世界をゲームや漫画で表しています。非現実的な世界観を好むのが日本のポップカルチャーらしさと言えるでしょう。さらにゲームの難易度もそれぞれ特徴があり、日本は全年齢を対象にしていることが多いので、時間がかかってもクリアできるように比較的難易度は低く設定されています。対して欧米ではターゲット層が青年男性のことがほとんどのため、簡単にはクリアできない高めの難易度。またターゲットが明確なため、主人公も白人男性が圧倒的に多く、日本のように複数の人種や時には動物が主役のゲームはあまり見かけません。ジャンルもはっきりと分かれており、欧米の作品は戦争というテーマで作られているものが大半。それもリアルにありそうな戦争をテーマにしていて、第三次世界大戦やエイリアン侵略などが舞台になることも。主人公は大抵世界を救うヒーローの役割。
そのためリアルなグラフィックを追求していて、特に銃や軍隊装備などはとてもリアルに描かれています。一方で日本のゲームはジャンルが豊富、多くは非現実的なファンタジーな世界観ですが、モンスターと戦ったりするものもあれば、ほのぼのと街を作り上げたりと多種多様。逆に欧米の戦争ゲームはあまり普及していません。ゲームでまで戦争といったテーマを扱うことは好まれていないのかもしれません。日本と海外のゲームの違いを見ていきましたが、ゲーム一つとっても国の文化や思想が現れていて面白いですね。魅力のあるゲームがたくさんあって、遊び尽くそうと思うと時間が足りないですよね。私も日本のゲームばかりやっていました。あの非現実的な没入感がたまらないんですよね。現実逃避って面白いですよね。それではまたのお越しをお待ちしています。